井口でございます。OB6、 ここにこう書いてある OB6 見えますかね。デイブ・スミス・インストゥルメンツ、デイブ・スミスさんが作った OB6、 これですよ。ここにはなんとトム・オーバーハイムさんのねサインもありますけど、まさしくデイブ・スミスさんと、ね、トム・オーバーハイムさんとのコラボ、ね、デイブ・スミス・インストゥルメンツよく作りました。まさしく OB6、 OB6、 このサウンドがね再現されてるんじゃないかと思いますね。今のなんかもう重厚なこのサウンド、もう最高でしょこれね。すんと素晴らしいです。ここの音色セレクトのところで音色をセレクトできますけど、これね、この3桁があって、ここで100の位をセレクトして、でここで10の位をねセレクトして、ここで1の位をセレクトするとということなんで、このフィルターの感じ、まさしくオーバーハイムのサウンドだねこれ。ですが、パネルを見てわかるんだけど、このパネルの感じはねちょこっとここにもありますが、この本物の OB8、 まさにこのね、青い横縞の感じが全く再現されてるのと同じなんだけど、これ、ね、オシレーターのパラメータ VCO の1と VCO の2があって、まあ、フレキエンシーがあって、というところだよね。でね、これね、連続可変で変えられますね、波形をね。ちょっと VCO の1だけにしてみようか。ね、ノコギリ波からパルス波まで変えられますね。よくできてますね。2個あるでしょ。で、ミキサーがあって、フィルターがあって。で、ポイントはね、このフィルターの部分。なんでしょ？ここ見てください。カメラさん見えますか？ローパス、ノッチ、ハイパス、これが連続的に変えられる、これがまさしくオーバーハイム。これね、見え方がこのこういうパネルのデザインなんでね、まあ、OB8 を完全に踏襲したのかなというふうに見えるかもしれないんですが、実はねこのフィルターのこのローパスからノッチの、ね、ハイパスフィルターに行くこの感じ、これをね見ておっと思った人は2ですね。これまさしくねオーバーハイムの SEM、ね、シンセサイザーエキスパンダーモジュール、あの白いやつですね、あれの実はねインスパイアして出来上がってるというねモデルなんですよ。でさらにここにあるバンドパス、これもついてますね。でトラックのねハーフとねフルと12dB と 24dB ね。で、エンベロープがあってアウトプットがあってと。でね、エンベロープに関してはベロシティっていうのがこうありますね。フィルターのエンベロープとラウドネスエンベロープ、ラウドネスで、VCA の音量ね、これこうベロシティが入ってるとタッチの強さで、ね、見事に変わりますね。でね、こちらの OB8 も実は横にね、各 VCO 全部で8つありますけど、それのパンニング、定位を変えられる機能があるんだけども、こいつもこのパノラマスイッチ、パンスプレッド、これをね目いっぱい上げると打鍵ごとにパンが動いてるの分かりますかね。ね、ヘッドホンで聞いてる人はよく分かると思うんだけど、これ和音で弾くとステレオになるわけ。
この手のパッドだとよくわかるね。よくできてますね。しっかり、オーバーハイムのサウンド。サボセーターがいますかね、これね。いい音してますね。これね、あのちょっとなんか違ったフィルターの音が混ざってるように聞こえると思うんだけど、ちょっとアタックのところでね、これね、実はこのクロスモジュレーションのところで、このフィルターモード、これでまた違ったモジュレーションとしてノー、ね、まあ、ローパスフィルターだけど、そこからまた違ったフィルターをのかかり具合をね、ここで制御したりとかね、そういうことができるんですね。よくできてますね。じゃあバンク、10番のバンク。もちろんアルペジエーターがついてますよな。ホールドにしといて、ここで、こういう音はオーバーハイムのフィルターならではの世界観だよ。で、ここ見てください。エフェクターがいますね。今オンになってますけど、オフにするとエフェクターがね、 A、B の2系統あります。今 A がフランジャーで、 B がですね BBD というか、リレイかな。変わってますね。これね、フランジャーのこのね、かかり具合とね、このパラメーター、もうね、素晴らしい。で、特にね、このフェーズの3、これはあのトム・オーバーハイムさんが作ったフェーズの完全に再現だそうです。さらにね、このリングモジュレーター、このね、リングモジュレーター、このリンってやつ、これも完全にハイムさんが作ったリングモジュレーターのエミュレーションがちゃんとしっかり入ってるということで、よくできてますね。でね、シーケンサーというのがあるんですね。これね、シーケンサーはレコードボタン、ポリフォニックのシーケンサー、こういうことができてしまうというね。しっかりとアルペジエーターとシーケンサーがついて、まあ、ここでクロックでね、テンポをいろいろ変えることができますね。いいでしょう、なかなか。20番台いってみようか。ちなみにここにアフタータッチのアマウントってのがあるんだよね、これ。例えば VCO の1と2入れてみると、押し込むと、これも今までにはない感じですね。
ですね。素晴らしい歌劇だね。こういうサウンドは今までは出なかったの。実はね、このバンドパス BP ってやつ、これが入ってるから、このオーバーハイムのストリングサウンドだ。これですよ。このフィルターをね、ノーマルとあのバンドパス、こういう変調がかかる。こう過激にかけましたけど、だけどフィルターだけにかけると、ノーマルのローパスフィルターがバンドパスフィルターも通るという。これはね、なかなか出ない、このサウンドは。クロスモジュレーション素晴らしいです。さて、せっかくやっぱ OB8 ここにもあるんでね比べてみましょうか。じゃあ早速やってみますよ。このね、 OB8 っていうのは、こういう、私が好きなね、まあ私が自分で作ったパッチですけど、これ今ノンエフェクトだからね、完全に。いい音するでしょ。でこれに似せた感じで作ったのが、まあ最初の曲でもやったこの音。あ、これエフェクト入ってるからエフェクトオープンにしようね。結構いいでしょ。これ今ちょっと私もこれに似せて作り込んだんだけど、まさしくね、やっぱりそのこれね、 SEM のフィルターの感じを搭載してるとはいえ、もう完全なるオーバーハイムサウンド、完全に踏襲してますね。もうプロフェットとか全然ちゃいますね。ここがこのオーバーハイムすごいところです。 OB6 録音ポリフォニックね、もう本当に素晴らしいです。